ローチケチャンネルをご覧の皆さん、そして、ジュアル KB の皆さん、改めまして、ブザキ88です。いやいや、今年も、はい、あの企画がやってまいりました、はい、やります。もう1年ぶりですね、はい、ちょうど1年ぶりですね、はいはい、ファッカモン、ファッカモン、ファッカモンシリーズが、今年も開催されることになりました。まず、うん、まず、うん、1番目、今年の1番目、はいはい、ジュアル KB さん、ジュアル KB さんですよ、ジュアル KB。 俺、うん、ABC で対バンしたことある、うん、おっ、うん、そっか、昔にジュアル KB、 それビッグドンボイスクールで対バンしたことあるな。おあるね、ね、我々はそういえば、うん、うん、もう俺初めて、うん、うん、だよね、我々テレビでしか見たことないです、うん、ちょっと挑戦しといた方がいいんじゃないの、うんうん、挑戦っていうかね、なんかうん、やっぱこのファッカモンシリーズに、うん、なあ、うん、何お笑い系の人、まあ俺よくわかんないんだけど、まあ、言うたらね、うん、言うたらそうです、はい、ね、なんかそんなのね、うん、そうですよ、うん、俺らに対バンしようって何を考えてんだと。あれはロックバンドですからね、うん、本物ですからね、こっちは。なめんじゃねえぞ。お、いますね、うん、俺結構ほら、58とかでお世話になる。あんまそういうこと言えないんだよ。おい俺よくベースの団地君とよく飲みやめとけみんな。ここは仲間でしょ。ここで挑戦できないもん。いや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 、平和なリズム帯で有名なあまあ、あれそういうことそういうのはそういうのはね、いやいや、俺は3側がね、いやいや、もういいよ、じゃあもう俺だけ戦うよ。あ、うん、かかってこいと。そんなもんもうなんかハデフさん、うん、いや、ハデフ、あ、もう関係ないよ。あのね、ツーマンイベントがもう怠慢ですよ、俺ら。ガチ怠慢と。もうバンバン俺会場に飛び込むんで、うん、まあ飛び込むことができんだったらね、ハデルさんもやってみたらどうですか、ダイブとかね。なんか怖いこと言ってますけども、まあ俺はそういう危ないこと反対ない。俺もあんまそういうの平和なリズム帯、怪我したらどうするんだって。いやいや、音楽ですからね。音楽、ロックだよ、ロックだよ、ロック、ロックだよ。え、対バンの方は何て言うんでしたっけ。え、台湾のバンドの名前なんて言うの。ジュアルケアビー。もしもし。はいはい、はい、どうした。英語じゃないんでしょ。英語じゃないんでなんて名前ですか。もう一回すみません。まあ、ね、まあ、ロックの畑ですから、はいはい、じゃんじゃんかかってきてもらってね、はい、ぜひぜひ僕ら真正面から受け止めますんで。楽しみです、うん、そうですよ、まあ、どんだけのものかね、うん、そうですね、楽しみにしてますよ、うん、こちらも期待しますので、うん、そちらも期待しておいてください。はい、はいはい、それでは、当日ね、マジで楽しみなんで、うん、ジュアル KB の皆さんも、うん、会場に足を運んでくれる皆さんも、うん、みんなでいい思い出作りましょう、うん、お、はい、それではブルゼッケン88社よろしく、はい。